今日はですね、ちょっと趣向を凝らして、凝らしてないです。全然凝らしてません。これ以前に作ったあのプロトタイプドームですね。でこのドームをですね、本当はですね、ブログの方では、ね、船乗りの予定だったんですけど、なので、パーティングラインと、こういうパーティングラインですね、それから肉抜きの穴は埋めません。でディティールアップもしません。でただパーティングライトゲート処理これだけはしっかりとやって戻してで、っていうかまあそういう塗装をするということにします。まあ、カラーリングはまあ適当になんかね適当にっていうかまあちょっとオリジナルの色に なるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そんなこんなで分解し始めますということで今分解してるんですけれども、分解してるところはこの辺にして、バラバラになったところにします。ね、バラバラにできましたので、今からですねこれパーティングラインっていうか次目じゃない、ゲート処理で、をしていきます。ゲート処理が終わったらもうあ違うか、思いっきりパーティングラインっていうか次目ラインがはっきりと見えるのはこのバズーカですね。まあ、これさえこうクリアしてやれば、まあ、あとはまあなんとかなるっていう感じですね。じゃあここのねこの線の下のところに次目のラインがあるんですけど、これはねもうこれ一旦こいつをカットしてやると、で、きれいに次目のラインの処理ができたらまた戻して接着をしてやるというのがまあいいでしょう。まあ塗装を終えてからね、全部塗装終わってからこれまた元に戻してやるとまあいいんじゃないかなというふうなところですね。透明パーツはもう透明のまま、まあ、こいつはちょっとクリアのなんかを塗ってやってでもいいかなと思いますけども、コックピットの透明の部分ですね。はい、まあそんな感じで、はい、ではビームバズーカですね。これは、今瞬間接着剤をかけて、なんですけれども、ここの部分のパイプを外します。外すというか切り離し、なぜ切り離すかですが、それは、このパーティングラインで、ね、継ぎ目をなくすということですね。ここに継ぎ目を走りますんでね、でこれは後ほど塗装終わってからね接着でしつければいい、瞬間接着剤を流していきます。で硬化スプレーをかけてしばらくこうやって触らないようにして、他のところですね、こういう場所出さないといけないですけど、さっきも残ってるから、あ、ダメだな。で、最初はですね、ちょっと荒っぽいんですけれども、もう240番で、ここは四角い面をやすりますので、やっぱ当て木が必要ですよね。このようにまずははみ出ている瞬間接着剤を削り取るという格好ですね。なるべく丁寧にやった方がよろしいですね。
まあ、こんな風に進めていきますので、またちょっと全体ぐるっとこう回ったらまた始めます。はい、奈良ですね、次に移ってまいります。次はですね400番ですね。で、とか、まあ、いろんなヤスリを駆使して、もう一巡していくと傷になるわけですね。もう一撫でする程度でいいと思うんですよね。280がだいぶ綺麗に余分なものを全て取り去ってくれてますので、さっきの400で入らなかったところも仕方ないんでね。こういうスティック状のヤスリを、細身のタイプのねヤスリを使って、狭いところはこういうところを、狭いところ用のヤスリでねやってやると。次は、じゃないや、ごめんなさい、これはね、マジックヤスリかな。筋彫り銅のマジックヤスリですね。もうね、ヤスリはね、もういろんなところのいろんなヤスリを使っていますので、必ず絶対っていうものはやっぱないです。適材適所、それなりにその時 に選んでいます。こういう感じですね。で、あとね、これがね、先日買ったんですけど、どこのだったか忘れて、多分おにぎりじゃないかなと思うんですけど、おにぎりですね。結構高いやつなんですよ、これ。こういう細いとこ用に一本買っときました。これはね、かなり上手にやらないと、ほら削っちゃったんだけど掘っちゃうんですよね。ここね、瞬間接着剤をくっつけた後ですね、どうにもヤスリが入らない、どうにもならない場所になってしまっていますので、かといって、まあ、この隙間もどうにもな、本当にどうにもなりませんので、まあ、そこはもう無視しておくことにして、あとですね、こういうところはですね、これ、彫刻刀ね、彫刻刀100均にあるようなやつで、とりあえず大まかに瞬間接着剤の跡を消します。あれ以上ね、これがあれしてね、あれなんでね、ここに、切り出しているプラ板ですね、これをここにつけてやるとですね。で、まあ、こういうのはもう見えるところでもないんでね、からから流し込みで固定してやるとね。どうでしょう、これで継ぎ目が消えちゃいましたよ。はい、で、消えてしまったモールドを復活させようと思います。で、ここの部分、この部分ね、本当はこう連続したモールドが、筋彫りがあったんですよね。これ消えちゃってる。で、こういうのはですね、まず簡単でいいんで跡をつけておいてやって、で、これですね、目立てやすりですね。で、引きたいところをしっかりと押さえます。こういう感じに押さえます。押さえますよ。で、押さえた後ゆっくり引く、こんな感じで。もう一度いきます。え、まあ、ゴシゴシはしない方がいいです。引く、線がよれないようにね、気をつけてくださいね。で、ある程度いったらちょっと確認して、もうちょっと欲しいかな。押さえて軽く引く、
まっすぐに引く、まっすぐに引く、ゴシゴシしないようにして、でここをちょっとペーパーで毛羽立ちを取ってやりましょう。瞬間接着剤で消えちゃったラインですからね、まあ、ここまであの線が引けましたら、あとはまあ何でもいいんですけども、あんまりこれを使うと今度はあの幅が広がっちゃうんで気をつけましょう。まあこれぐらいの細い線ならね、こんな感じで復活することができますと。ちょっと拡大してみましょうかね。このラインね、復活できます。これぐらいの、こんな調子で、はい、他もあったかな。はい、で、プロトタイプドームのですね、すべての、前処理、すべてのって言ったって今回はすごく簡単にやってますので、前処理が終わりました。で、これから洗浄に行きたいと思います。で、ボールとザルが一つになったものを100均で用意してください。100均で結構、100円で売られてますんでね。で、このようにザルの中に入れて、で私の場合はこのファインモールドのクリーナーを使います。吹きつけて10分ほど待ったら超音波洗浄機にかけて洗ってやると。はい、朝から雨ですからね、梱包してちょっとでもスペースを稼ごうと思っています。何年前だろう、まあ、放映当時に子供からね、作ってくれって言われて作ったリクエストで作りました。これはね、ちょっと変な色で塗ってますね。パステルカラーなんかで塗ったんかな。パーティングラインとかも消してないね、これ。継ぎ目か。まあ、色だけ気合い入れて作ってた時代ですね。はい、このゴリラくん、忍者くん、普通くんで、これがお孫さんのガンダムです。プロトタイプドームの組み立て足をやっていきます。でまず、ね、
の前に、ごめんなさい、これ後だね。それぞれの腕のパーツですね。ですけれども、こちらね、あのシールを貼るか貼らないか。ちょっと墨入れすらしてないので、まだここは保留ですね。で、真ん中をはめ込んでやって、地上線仕様ということでね。それで、こちらと動力パイプを先に接続か。下向きにした状態で、こういう形で重ねると、はい、タバーニャができました。で、こちら、こうなってて、ここで。ですね、この隙間にしっかりとドロップパイプの先が入るようにしてということですね。入ったね。で、最後に胸のカバーを、逆でしたね。こうやってはめ込んでやると、で、中の、あ、いいか、とりあえずここまでにしておきましょうかね。黒っぽすぎてね、ちょっと分かりにくいね。あ、そう、ここのところがビームサーベルのラックですね。あ、ビームサーベルじゃない、ヒートサーベルですね。はい、これはね、非売品って書いてあるんです。配給パーツさんで買い物した時に、買い物するとおまけでいただきました。で、センサー用のメタリックシールということでね、これを早速、採用してみたいと思います。あのね、少々のことで光ってくれないっていうのが現実なんですよ。モノアイっていうのは光るっていうかね、輝きっていうのはね、ないんですよね。で、ミリでいこうかな。こいつでいきましょうか。3ミリ?3ミリ直径かな。あ、ちょっとちっちゃいかな、これ。戻して大丈夫かしら。見えないね。これでいってみましょうか。次の大きさ、これでも足りないかもしれないな。はい、あ、ちょっと拡大しますね。はい、これ、はい、ここに貼り付けてやると、ぴったり。粘着力も結構あるね。はい、雰囲気バッチリですよね。
反射率もなかなか、貼り付ける前にちょっと平らにしておいた方が良かったかな。もうちょっと一回剥がしますね。粘着力落ちるかもしれないけど、爪に貼っといて、ここは平らにします。はい、ただいま平らにしてまいりました。で、センサーのシールを貼っつけてやりました。はい、なかなか見栄えしますね。で、これでいいんじゃないですかね。これでね、はい、こんな感じです。ですから、じゃあ胴体とちょっとくっつけてみましょうね。なかなかちょっと物の様子を上に上げようか。これぐらいでどうでしょう。なかなかよろしいね。はい、では、こちら腰のパーツを作っていきます。パチン、はい、自分で言ってどうすんだってか。はい、腰が出来上がりました。とではね、腕です。腕はこんな感じですね。ビヨンとここまで曲がります。ロール軸もついています。で、ここは二重関節になっています。はい、ここで、ね、どうしても分割線が出ちゃいますね。継ぎ目線がね、はい、というところで、これは消してないですよ。これは そこまでやらないですからね。はい、それではね、早速組み立てて参りましょう。上がりましたよ。このビームバズーカなんですけれども、ここの、パイプのところですね、私1回切り離しておりましたので、これをですね、で切り離して別の色に塗ったと、まあ、ホワイトで今回塗ってますけれども、で、切り口をちょっときれいにしてやって、ここも少しだけ、これダメか、デザインナイフ等でですね、接着面を少しだけちょっとこう入れてやって、で、なるべく触らない方がいいと思うんですけれども、ちょっとこういうとこはまあね、あんまり触らないように触らないように、もう一つの武器、ヒートサーベルです。できましたね。こちらも刺してみましょう。ちょ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 、こんな感じで問題なく刺さりますが、抜くときどうするんだろうと思うんですけどもね。リップルドン、ガイアキがやるポーズかな。いやね、この2日間ね、一生懸命作ってきたっていうかね、雨だったから、まあ、百式の方をやってないだけなんですけど、プロトタイプドムの墨入れをやっていこうと思います。やらない、極力出番を惜しむような感じで手間をかけないようにやってます。最後に、付属のシールを貼ってもいいかなというつもりなんでね、めったに
私が発言、そんな発言は今まであんまりしてないですけれどもまあそれぐらいの容量でやっていきます。あ、まあやっぱりドイツっぽい感じが私はしてるんですね、イメージ的にね。それだけですまあドイツ機の RNM グリーン、ダークグリーンがちょうどあったので、まあそれ使ってもぴったりかなとかと思います。別に普通にね、あのダークグリーンでもいいと思いますけどね、大量に余ってたんで、昔よく作ってたんでね。流したくないんですけどね、茶色が一つも入ってないとおかしいんで塗り分けますよ。まず簡単なところね、ほこりがね、足の裏はやっぱつくんですよね。噴射光は今回はこのバフを採用してみましょう。ちょっと乾かしておいて、バニアの中も2つあるんですけど、こいつもバフにしましょう。いや、別に赤でもいいですよ。赤でもいいんじゃないかなと思いますよ。ただバフにしたいだけです。気分ですね、気分。じゃあね、このカッティングラインじゃないや、継ぎ目消しをね行いたいと思うんですけど、これはね、して単純にマスクをしてやるというだけです。で、剥がすときに苦労する剥がし方をする、貼り方をすると困るのでね、例えばこうやるとこれ引っ張れないんですよね、向こう側に。ということで、こういう貼り方はしないようにした方がいいんですよね。で、どういうふうにするかっていうと、こうじゃなくてこうですね。後ろから引っ張れるようにしてやると、こっち側からペロッとね、そんなやり方にします。厳重にマスクができたと思いますよ。
して、方向間違えないようにねして、ではめ込んでやると、はい、でここには瞬間接着剤を流し込むと、はい、ではね、塗装がかなり良しましたので、もうね、貼り付けたマスキングテープを剥がしていきます。重なった部分、重ねた部分をね、限定してありますので、方向も限定してありますので、すんなりといいと思いますよ。形でよし、ね、いかがでしょうかね。うまく色の塗り替えが、塗り分けがいけたと思います。でここに一段下がったところに、ここにですね、パッティングラインが来る、来て、あ、パッティング継ぎ目ラインが来てたんですけれども、ここはプラパンで塞いでやりました。わからないですね。こっち側から見るとちょっと線が実は入ってるんですけれども、これだったらもう見えない、わからないですね。よし、はい、よし、お、なかなかね、バフ色も悪くないですね。バニアのね、チッカーとしては悪くない。よし、お、せーの、これで完成っつっても別に誰も咎めないですよね。まあいいんですけれども、まあ、シールも貼りたいと思いますので。はい、ですね、今ここについてたやつをカットしてここに持ってきました。とするとこれが本当の形のシールの台紙だったんだろうと思うんですよね。で、ちょっと位置合わせをして、まあね、今のさっきの、ま、今までのままだったらちょっとやっぱやりにくいところもあるので、ちょっと位置合わせをして。切れてるところは余分に切れてるのは分かってるんですけれども、これでですね、一応見やすくしておこうということですね。見てやると、バランスを合わせて、
なっていた、半分に切られていたシールですよ。すぐ間に線が見えるけど、まあいいでしょう。ふう、疲れた。それではこれからですね、ちょっとまたバラバラにシール貼ったんですけど、この上から艶消しを拭いていこうと思います。新しいのは、新しいのっていうかメカモデルディティールアップの最適なグレードアップパーツ、ピンク。まあこういうのね、使ってないとね、どんどん使わないまま溜まっていく一方なんで、使うことにします。ここの部分ですね、ここに、使いましょう。一応ちょっと下に底面に貼っ付けてやって、周辺をカットします。これぐらいにしておきましょうね。あんまりそこまで入れたら暗く見えちゃうから、はい、こんな感じでなんかぼんやり光ってるような気もせんでもない。センサー用メタリックシールを使って、ここね、ここね、多分一番でっかいやつかな、を貼ってやりましょう。今日の動画はめちゃめちゃ長いんじゃないかな。無理やり1本では済ませてみようという無理やりな企画なんですけども、あ、まずい、長いかもしれない、ね、申し訳ない、はい、ではここに貼り付けます。お、どうだい、いいんじゃないでしょうかね、はい、でこいつは透明パーツがありますので上にカバーをしてやると。押し込まれるんだね。あの大きなやつじゃなくてもよかったかもしれない。はい、これでビームバズーカ2つのセンサーが出来上がりですね。モノアイはこういう形でね、人
下に下げたり上に上げたりできるんで、すけどちょっと左に寄せるぐらいにするのが好きなんで、こんな形で。はい、YMS-08B ドム試作実験機ですねが、完成しました。わーわーじゃないよ、あのね、シール全部貼りましたよ、うん、結構大変でした。はい、から今回は、まあ、とにかくもう早く素組みで終わらせるっていう風な、素組みで終わらせて てたやつですねを、一生懸命、塗装は早めに終わらせるという風にしたんですよね。で、肉抜き穴の埋めはやってないのと、それから主要な部分の継ぎ目処理はですね、継ぎ目処理ゼロではなくて一応やったのはやったんですね。ここの肩のところに本当継ぎ目の部分が出るんだったんですけど、それはあの取り除いています、さすがにね。であとバズーカのここのど真ん中に走る、継ぎ目も一応 取り除いています。ただあのこの手のね、ここの、内側ですね、内側部の部分は、継ぎ目残っています。消しきれていません。まあ時間を一番面倒いところですよね。でこれを継ぎ目を消そうと思うと多分、ここの部分のマスキングをしなきゃいけない。後はめ加工もちょっと難しいパターンの後はめになります。はい、それからですね、足の裏ちょっと暗いな、ちょっと明るくできるかな、足の裏はこんな感じで色を塗り分けをしました。ここの部分ですね、これはバフっていう色で、タミヤのバフですね、バフ XF57 ですね。ドライブラシをするときにはこの色を使うと案外うまくいきます。で、バーニア系は全部バフで色を塗り替え、こっちのね背中のバーニア映ってるかな、はい、ここも色をあのバフで塗っています。はい、あと動力パイプはブラウン系にしてあります。まあ、特に意味はないんですけれども、ちょうどいいかなと思うような感じですね。でメインのここの部分なんですけど、指定色は使わなかったんですけれども、私はグレー 70% ブラック 30% とかそんな色に指定されてますが、私はこれを選びました。RLM71 ダークグリーンですね、ドイツ軍機の、あの機体色ですね。これにブラックを入れてます。ブラックほんの少しを入れた色がこんな感じですね。なかなかでもぴったりしっくりきてるんだと思うんですけど、ね、この深緑プラスブラックのね、ザキシブラックがこうあのいかにもって感じはしますね。はい、キットはね、なかなかまああの MSD シリーズっていうかこう、何でしたっけ、オリジンか、オリジン系のコラムはね、あのシャープに出来上がってますので、結構あの作りごたえがあるっていうかを感じますね。モノアイシールドのところはあの透明パーツ採用されてますし、でこのビームバズーカのところですね、ちょっと多いすぎたかな、はい、ビームバズーカは2つセンサーがあって、片方の方は透明パーツでカバーされています。このシールはちょっと私自分で用意しましたけれども、こちらの方の方もモノアイみたいなあのセンサーパーツも自分で用意しましたが、まあこういうあのディティールのね、細かさ細やかさっていうのは非常にあの出されています。いじってやればそれなりに、ちょっといじっただけで結構あのいい感じにね変化がつくというふうなのと、でこのドム系の足っていうのはなかなかね、足開けた時に設置が悪いんですけれども、こいつは非常にあの設置がうまいことできるように設計されてますね。ピターンとくっついてるんですよ、ピターンとね。
あんまりピターンとくっつけるとせっかく色を塗り分けたところが汚れちゃうんで嫌なんですけれども、はい、まあお見せするのはもう今ぐらいなもんですから、はい、非常に迫力のある大きなビームバズーカねを背負ってて、でここのトリガーのところがこう稼働するようになっています。こう動くんですね。だからもう少し深く構えるとかいうのも大丈夫ですし、手前の手でこういう感じで支えてやるというのもありですか。構えてますよっていうやつですね。はい、いかがでしょうかね。すごい、よいしょ、ここはかっこいい、超かっこいいなこれ。やっぱりこのオリジンものはこの構えが一番絵になるかもしれないな。どうでしょうね、そう思いませんか皆さん。はい、ということで本日の動画はかなり長くなったと思うんですけれども、アップするのは明日の朝アップしようと思っています。これから編集作業、徹夜の作業になるかもしれないけど、まあただシルバーウィークですからね、どうぞお楽しみ。はい、ではね、今回の動画は非常に長丁場だったんですけれども大変お疲れ様でした。ありがとうございます。それではまた次回の動画にてよろしくお願いします。